手妻龍の嫁です。手妻龍の元カノです。元カノ？いいじゃん、何でも聞くよ。男だろうが女だろうが関係ないんで、ボコボコにしたいなっていう気持ちで、誰か殴りたいなと思ってます。マジで殴りたくなったんで、ちょっと殴らせてください。いや楽しみだな、女子部門。 AV 女優いますか今回？なんか書いてましたよ、AV 女優って一人。よかったですね。よかったですね。ブレイキングダウンの運営様、はじめまして、手妻龍の嫁です。ええマジで？この度ブレイキングダウン6に応募した理由は、うちの旦那手妻龍が負け続けているからです。佐久間と佐々木とオケ出せ。そんなっから選んじゃうけよ。おいおい、降りてこい。3人降りてこい。俺にビビっちょこい、おめえら。おい虫けら、朝倉に来るのな金魚の踏んじゃろうね。吠えた、ヘズマ。白馬が行きます。両腕を力ずく振る。右、この右。さあ白馬かヘズマ龍か。ここで終了のゴングです。勝者赤、白馬。こっち来い。あ、すいません。はい、ヘズマ嫁が出ます。ホス1000万貢いだんですよね、この奥さん。ヘズマ龍に。そこで貢いだナンバーワンの女性客が奥さんになったらしいです。はじめまして、ヘズマ龍の元カノです。元カノ？え、それいいじゃん。元カノ？え、絶対ストーリーあるじゃないですか、それ。で、結婚して今バツイジです。TikToker と YouTube をやっております。売名させてください。これいいじゃん、何でも聞くよ。奥さんとさ、奥さんとね、元カノやったら体重全然違いそうだけど。あ、じゃあ全然できますね。決定じゃん。え、すごっ。俺一緒のブロックで来たな。どんなや女性で顔で撮ってるって言われるかもしれないけど、本当にみんながただ可愛かった。あ、うん、だって全員にこいついてたもん。あ、え、